こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はーい。で、モテる男性は嘘をつくのがめちゃくちゃ上手です。でもね、この嘘っていうのは女性のためにつく優しい嘘なんですよ。だから誰もね、傷つくことなく、女性からはね、好印象を逆に持たれるんですよ。嘘をついているのに。で、大概のキモテ男性っていうのは、この優しい嘘がつけないって言ってる人多いです。嘘っていうのは、なんかね、悪いイメージがあるかもしれないけど、でも、優しい嘘もあるわけですよね。その優しい嘘、つけるかどうかで、本当にね、モテるかモテないか変わります。ということで、今回は、モテる男性がつく嘘5選という話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE の友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には、3つのモテる動画を無料でプレゼントしているのと、私が話すことに、モテる深い話だったりとか、もっとマインドの話だったりとかしていますので、気になる方はお友達になっていただけたら嬉しいです。はーい。では、モテる男性がつく嘘5選。まず1つ目。外見的なことを褒める。これね、結構言う人多いんですけど、私がね、今日髪の毛を切りました。ちょっと黒めにしました。でも、あなたから見たら、前の髪型の方が良かったなって思う時もあると思うんですよ。でも、女性が、どうかなみたいな感じ言われた時に、みたいな感じで褒めれない人とかいるんですよね。でも、女性的には、まあ、褒めてほしいから言ってるのと、これで合ってるのかが不安だから、あなたにどうかなって聞いたりとかしてるんですよ。なので、そこは、褒めてあげる方が丸なんですね。例えば、金髪もすごい俺好きだったけど、今回の新しくていいね、みたいなのって、前の方が好きだったけどって言ってても、今回のも褒めてるっていうのがわかりますか？あなたが褒めることによって、ああ、私は安心させてくれる人なんだっていう風に思うんですね。なので、外見的なことを褒めるっていうのは、もしね、自分と反することであったとしても褒めてあげた方がいい。でも、本当に嘘つけないっていうんだったら、前もすごく俺は好きだったけど、今回の新しくていいね、みたいな感じで褒めてあげるといいかなと思います。はい。そして二つ目。共感できる。これめちゃくちゃ大事です。思ってないことは言いたくないとかね、言う人結構いるんですよ。もちろんね、嘘つく必要はないですよ。例えば、私は春の方が好きなんだよねって言った時に、それは秋の方が絶対いいと思うみたいな感じで、で春が花粉があったり好きじゃないのに、いいということはできないみたいにね、真面目な一言そういうこと言っちゃうんですけど、それやると嫌われるんですね。別に相手の女性が春が好きっていうのはいいんじゃないですか。であなたは好きじゃないかもしれないけど、相手の女性は春が好きって言ってんだから、それを認めるだけです。これでも共感なんですよ。あ、春が好きなんだねーって、春もあったかい部分あるよねとか、春のいいとこ見つけて言ってあげる。でも僕は秋が好きなんだよねって、あなたは春が好きで僕は秋が好きだよって言ってるだけなんですけど、相手は共感してるように聞こえるんですね。ここが会話術でもあるんですけど、自分をね、否定する人誰も好きになんないんですよ。あなたもそうでしょ。自分がやられて嫌だったらやらないっていうのを選択するといいかなと思います。はい。そして3つ目、アドバイスせずに認めるというところですね。そっか、そうだよね、そう思ったんだねって認めてあげるっていうことをやるだけで OK です。男性は優しいから、どうしてもアドバイスして解決をしてあげようとしちゃうんですけど、多くの女性が求めていない。だからしない方が OK。で、アドバイスしてくださいって言われた時のみする。もしくは、僕だったらこう思うっていうアイメッセージで伝えるといいと思います。それもね、アドバイスしないと解決できないのに言わないことはできませんみたいな風にね、優しい一言思っちゃったりするんですけど、それが優しさがあだになって、女性に嫌われるっていうことになってしまうのにもったいないじゃないですか。せっかくね、あなたが優しくても、女性がいいと思わなければ、それは女性にとってはいいものではないということなんですよ。まあこれしょうがないよね。私もありますよ。ショート動画とかは特に言いたいことがいっぱいあるから、誤解をされたくないと思って、長くなっちゃったりするんですけど、でも相手が求めてるものは要点だけでいいんですよね。それちょっとジレンマがあるよね。だからすごい気持ちはわかるんだけど、でもそこは相手にまず合わせて、もっと深く知りたい人だけ来てねっていう感じなんですよ。それが相手を認めるということ、嘘がつけるということです。まあ嘘って言ったら言い方悪いけどね。はい。はい、そして4つ。ただ
ただ聞くです。本当にね、聞いてあげてください。で、ただ聞くっていうのは楽しそうに聞くっていうことね。楽しくないから笑顔で聞くのって嘘じゃないですかとか言う人いるんだけど、じゃああなたの話がつまんないからって女性がなんかパッとなんか携帯いじったりとかしてたら嫌でしょ。だから自分がそれは共感できないかもしれない、つまんないかもしれない、だけど笑顔で聞いてあげる、口角頑張ってあげて聞いてあげるってするだけで、相手は私の話ちゃんと聞いてくれてる人なんだなって思ってくれる。で、逆に私も聞いてあげようかなって思ってくれるね。そういうポジティブな連鎖が起きるので、よかったらちゃんと聞くということをしてあげるといいかなと思います。はい、そして5つ目、まとめない。なんかね、男性ってまとめちゃう人いるんですよ。なぜならば女性の話ってとっちらかってて、なんか自分でもわけわかんなくなってる時あるんですよ。あれ私今何話したかったんだっけとか、あれ私何言いたかったんだっけとかってあるんですね、女性って。だけど仕事じゃないからさ、要するにみたいな、つまりみたいな感じでまとめちゃったりとかするとすごい嫌われちゃうのね。なので、うん、そっかそっかって聞いてあげる。でもまとめないと意味がわからないとかね、言う人いるんだけど、じゃあまとめずに、え、それってこういう理解で合ってるとかって聞いてあげるといいと思います。ぜひ参考にしてみてください。おさらいしますね。モテる男性はつく嘘5選。まず1つ目、外見的なことを褒める。2つ目、共感できる。3つ目、アドバイスせずに認める。4つ目、ただ聞く。そして5つ目、まとめない。これをね、しっかり頭に入れていただければなと思います。はーい、では今日もおしゃべりコーナー行きたいと思います。ふるさと納税やりました。私さ、ふるさと納税いつもギリギリでやるんだけど、食べ物とか親に送ってたんですよね。届くのも、え、これでこんな値段高いんだって思ってたんだけど、上乗せされてるの知らなくって、ギガもプラスアルファされてるのなんか知らなくて、知らないのにやってたっていうね、感じなんだけど、で、ホタテと、うなぎ？うちの親がね、ホタテとうなぎ好きなんで、実家に送ってあげたら、実家に送ったつもりが、納付書が実家に届いちゃって、物が自分家に届いちゃったので、逆にしちゃったの。初めてそのホタテを食べたらめちゃくちゃ美味しくって、あ、ふるさと納税いいなと思ったんですけど、皆さんふるさと納税されたことありますか？これ良かったよっていうのがあったら教えてほしいなと思うので、ぜひね、コメント欄にしたことがあるかないか、もしくはこれ良かったよっていうのをね、教えてください。私はホタテがすごい良かったです。うなぎも美味しかったかな。チーズはって感じだったけど、食べ物いいなって思いました。ぜひね、コメントしていただければ嬉しいです。はい、ではですね、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達として無料のオンラインサロン、クラブハウスの友達を募集してます。こちらたまにあるゲリラライブのね、ご案内だったりとか、あとは YouTube で話せない深い話をさせていただいているので、気になる方はお友達になっていただければ嬉しいです。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。